組織委員会は東京オリンピックのチケットの再抽選の対象が前回想定していた分の7%程度にまで減少したことを明らかにしました東京オリンピックでは1都3県で無観客とするほか宮城や静岡などの会場では収容定員50%または1万人を上限に観客を入れて開催することになりました チケットは時間帯ごとにセッションという単位で販売されています。観客を入れて開催するセッションは全750セッションあるうち34人まで減少しました。また、最中線の対象は97から7セッションまで減りました。